やどうも東海岩井の哲也と芝居歌う亮太なんで大会だコナンの映画でありそうでないタイトル選手おりゃつい最近コナンの最新映画が公開されたということで今回のこの企画タイトルにありそうでないタイトル選手権もうなんなら次の映画のタイトル当てるくらいのそうまだ制作者の方々が次のコナンのタイトルどうしようって悩んでるかもしれないんでね僕らが考えてあげようと舐めるんじゃないよ制作者たちはまあ俺らでもね余裕で考えれるでしょうとコナンのタイトルといえば○○の○○ってこう漢字であってカタカナでねこうなんか適当な振りが振ってあるわけですよ適当な適当じゃないです天空の何パーセント書いてロストシップみたいなねそういうのを考えていきたいと思いますみんなで楽しめたりするからねそう皆さんもぜひやってみてくださいいいこと言ったよそれだけでメインの価値があるみんなもコメント欄に、ね、書いていただいてそうそうそうコメント欄でいいやつ募集したいですねそういずれ僕が主演すると思ってやるかなうん今聞き流しちゃいけないことだったよね多分じゃあ亮さんどうぞすっげえ無難かもしれない亮さんこちら運命のコイントスおぉ、ありそう、ありそう。でも、掛け事ってちょっとダサい。掛け事っていうのはなんで、元々僕はダサいから。掛け事元々ダサいって言った、今、お前。ダメだよ。ダメだよ、今後、コナン制作委員会にいずれ呼ばれたいから。ふざけんな。お前、限定役だよ。限定役三つ彦あり。じゃあ、三つ彦君、どうぞ。はい。石岩のワルキューバ。おぉ、ありそう。かっこいいですよ、めっちゃありそうだね。石岩うまい。はい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 。てれれって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 。追憶のクロスロード。クロスロードってやんなかったっけ？十字路でクロスロードって言ったっけ？やべ。この小石あるの？違うよね。追憶？それ立身弁だからね、僕は。もうボロボロ。こちらってね。海底のプリズン。ああ。ありそうありそうありそう。海とか空とか使いがちだから。そうそうそう海底。さすがに第1回は石岩のワルキューレが強いかな。強いあれは。さすがに強い。じゃあ第2回いきましょう。もう適当に行こうよ。まあ手挙げて発表していきましょうか。名探偵コナン、深淵のスカイツリー。円っていう字。深淵の円。円っていう字。コーヒーの品芸の手違うんだよ。大切な灰かもしれない。はい。じゃあ、ばあさんどうぞ。これちょっと考えた。はい。白昼のファンタズム。ほらー。昼間なのに、なんか、うまくね、この人。強いね。これ、ざわくんをぶっ倒す。はい。はい。名探偵コナン、洋服のブルーマウンテン。死ね。いや、堂々巡りのラプソディ。おお、なんかうまいな。やばい、なんかふざけようと思ってた俺がバカだった。一応どうぞ。かいわれのハンマー。はい、メーターでこの雨天のデリバリーピザ。台風だ。本当にしょぼい。ああ、台風だね。こっちだった。もうダメ出しされちゃってじゃん、もうボケに。いきます。メーターでこの赤き真相のディストーション。ああ、うぜえ。はいはい、これ作る。芋掘り農家とかまどーま。全然違うじゃん。はい、どっち？何が？どっちって何？名探偵コナン、口先のヒカキンズポイント。おお、食べた。おお、ブンブンハローの配信者。おお、すごい。ブンブンハローがガタガタになっちゃってる。もうこっち上のガタガタのパターンあるじゃん。来たよ、名探偵コナン、爆災のプルトニウム。コナンでなんとかなんの、これ政治問題になってるからね、これも。じゃあ、はいはい。刹那のフラワーガーデン。しかもカリアじゃねえ。何が分かんねえんだよ。あ、危ねえ、ちょっとあれ入れ忘れた。後編は CM の後で。柔らかマットで、しかも潤う。20種類以上の生薬成分を配合しているから、いつでもキス OK。レブロン、マットパーム。 CM 明けということで、まあ、最後1個ぐらいでいいかな。これがコナンの最後の映画のタイトルです。いや、もうコナンの制作者も今完全に最終話これで考えてるから。あ、まあコナンの制作者陣も今固唾を飲んで、本当に今持っている。俺たちは一体どんなアニメ描けばいいんだと今見てるから。それではコナンの最後の映画のタイトルを発表していただきましょう。はい、まあ最後ということで、まあ、コナンにスポットが当たります。はい、はい、幼き探偵のパラドックス。おー、パラドックス。まあちっちゃくていろいろごまかしたりしてたからね。これがもう全部バレちゃう。幼き探偵って言い方がまたいいね。俺もコナンのスポットを当てると思う。ああ、多分戻ると思うけど。大人へのエレベーター。もう階段を登るのも違うかなって思って。最後だからシンプルなのって、暗黒のラストバトル。おお、
何で嫌なのか違くねんの普通だろ最後はなんかダサいやんなんかめちゃくちゃダサいねこれあえて日常を描くみたいな最後の映画だけどなんかこう今までの楽しかった思い出みたいなコナンのこちら名探偵コナン空腹のカントリーマン座禅の最初のやつにしておこうまあそうだね隻眼のワルキューレが次回のコナンの映画で決定しましたねはいそういうことですなるほどまあその予告編をザー君に今から撮ってもらいましょういややらないですその予告編がこちらで私は敵眼のワルキューレうわーワルキューレ犯人はお前だ